どうも、ボコと申します。今回ですね、ジムリーダーなんじゃもちゃんの相棒として使われていた、このハラバリーというポケモンをランクマッチで使っていこうかなと。特性の電気に変えるってやつがダメージを受けると充電状態になる。これどういうことかっていうと、充電状態っていうのは単純に言うと、電気技が、次回倍になるって威力が。技を受けるとパラボラチャージのダメージが2倍になっていくって、そんな感じですね。で、強みとしてこの水浸しっていう技、まあこれは結構昔からの技やねんけど、相手のタイプを水単体にするっていう。これで地面ポケモンとかなんか電気の通りが悪い奴らを全員水浸し状態、水状態にしてパラボチャージを無理やり抜群にしていくっていう、アシッドボムで相手の特防を下げながらこうゴリ押すっていう戦い方もできると。マリルリみたいな種族しててなんか耐久が高いんで、こうパラボラチャージで回復しながら相手をなんか倒していくっていう、そんな戦い方が、できるんじゃないの。なんか画面がおかしくなって思った。あれ、こいつや。はい。さあ、そんなハラバリーをこのなんじゃもちゃんだと思い込んで使っていこうと思います。さあ、マッチングしました。とテステスハムさん、よろしくお願いします。相手の手持ちが、サーフゴーミミッキュー、カイリュー、ガブ、そして、マスカーナからのウルガモスといったところでございまして、これ、ハラバリー、もう開幕からもう行ったのかなっていう、ふうにちょっと思っちゃうところではあるんですけど、まぁ、ちょっとサーフゴーあたりが若干だるい。あと、天然持ちおらんから、まぁ、これワンチャンハルクジアのギミックから最初差し込んでいってもいいんじゃないかな。ポジションがな、これヘルガーでいっちゃおうか、初手ヘルガーで、で、裏ハラバリーで、ラスト、エルレード。さあ、よろしくお願いします。やっぱマスカナ来るか。まあ、これは初手、あれだな、助け持ちが良かったな。多分、これ、ヤドキングとかから入ってると普通に縛かれてるんで、ってなってくると、相手多分、トンボかなんかで、一旦、茶を濁してくると思うんですけどね。まあ、一旦ここは解放者でいいや。マスカナに対しても安全策を取っていこう。ケタグリ？何それ。よかった、ヘルが、キャシャで。なるほどな。タスキ持ちのやつか。しかもこいつあれだな。変幻自在じゃないんだよな。まあ、新緑変幻、まあ、だからタスキだから、新緑で、の方が強いっていう判断か。まあ、一応、不意打ち打つけど、マスカーネ側も、これタスキ持ちってことは、不意打ちある可能性めっちゃ高いんですよ。だから、ここ、不意打ち読み、道連れ。うん。はい、決まっていく。こうしておくと、相手は交換するか、マスカーナで殴って道連れになるかっていう択しか選べないんで、ここで、まあ、裏を意識するんであれば、悪の波動の方が一貫性高いんで、悪の波動いきます。まあ、相手はもう切るかどうするかだよ。S がヘルヘル早いじゃんね。どうしようもない、これは。トリクラ、オッケー。まあ、これでマスカーナと相手になったと。ってなってくると、ハラバリーを通せるチャンスが倍増してるわけね、これ。で、道連れにして、マスカーネと11効果。まあ、ここ、ハラバリーから行きましょうか。もうちょっと、ハラバリーの力の強さを見せつけてやろう。バラバリー行きます。バラバリー。サーフゴーキちゃーん。だって、こいつはでもあれじゃない？普通にぶん殴っときゃもう死なない、勝手に。2発耐えるかどうかやな。むずいね。ちょっと一回水浸しこいつ効かねえわ。よく考えたら。じゃあ、パラボラチャージねえんだな、これ。シャドーバー、オッケー。半分いかなければいいけど。お、全然耐えるわ。ってことは、電気に変えるで、シャドーボール受けて充電で、で、返しの、パラボラチャージの威力が2倍になるから、うわぁ、つれで、HP が一気に回復すると、これ生半可な技じゃもう死ねないな、これ。いや、腹張り強くない。で、これで、電気読みでワンチャンガブとかが、まあ、ガブ来てからでもいいか。ここはもう素直にバラバラチャージ連打でいいわ。うわぁ、こいつ、自己最後切ってる。だるいな、それ。あ、それはだるいわ。腹張り側がちょっと濃度的に、火力を上げれないんですよ。なんで、相手の技受けないと、電気に火力が発動しないんで、これされちゃうと、実は言うと、きついので、ここで、エルレードに変える。ただ、シャドーボール来たらマジで終わる。すべてが。でも、ここさすがに自己祭なんで、エルレード変えます。うん。で、辻斬り打とう。てか、なんならもう、テラスタルはもう、エルレードに切っちゃっていいような気がすんな。これ、辻斬りマジで耐えられたら、ワン、上手、オッケー。で、ちょっとこれ、辻斬り、一発じゃワンチャンきついかもしれないですね、これ、サーフゴーが。切れ味とはいえ。彼、なんか耐久に振ってそうなんで。ってなると、テラスタルで、
ゴースト弱点切っといての辻切りかな。まあもうガフがいたらもうそれはそれで割り切るしかないわ。パラパラチャージ連打で相手の自己さえ切れるまで待ってもよかったのかな。これどうなんだろう。むずい。さあテラスタル格闘でエルレードで的をしばいていくしかない。ガブいたら負けだなこれ。辻切り、やっぱ耐えるよね。オッケー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 。だったらテラスタル切って正解だこれ。シャドウをしつかりと、あでもまあ抜群でも耐えてんなこれ。じゃあ辻切り連打。うわマジガブ組んだ本当に。ガブ組んだ。いやまあガブいたらそもそもサーグで突っ張んねんじゃねえかな。でもなんじゃもと一騎打ちになったタイミングでガブ変えると思う。カイリュウは、カイリュウだ。まあもう突っ切るしかないよねこれね。新速で終わるからね。いやテラスタルってことまあノーマルかな。ワンじゃノーマルだかなんだか鋼だかなんだか。しまきテラスタル新速だったらもうきついと思う正直。それはもうどうしようもない。で、テラスタルポケモンには水浸し意味ないんですよね。なんでそこは注意しておきたい。神速か。まあ、これはまあもう、鉢巻きだろうが何だろうが、どのうち死ぬんで、急所はここでもらっといてよかった。うん、オッケーオッケー。そしたらあとはもう腹張りで頑張るしかないな。腹張りの物理耐久がどんなもんか、どんなもんじゃか。さあもうそこに全てを託していくしかない。いけ腹張り。で、返しの腹ボラチャージ連打。もうそこにかけるしかないぞ、マジで。いきます。バラボラチャージ。ひたすら連打していくわ。いや、これ考えてるってことはワンチャン竜舞とかあるか、これ。いや、新速だ、そのまま。いや、これどうなんだろう。こだわりじゃなさそうなんか楽だったけどな。いや、これこだわってるでしょう。いや、ちょっと待って、今何ダメージ食らった？何ダメ食らった？いや、全然回復しねえ。もう、この、こいつの心速マジ、おもんない、もう。面白くないわ、このカエルとかいうクソムーミン野郎。ありがとうございました。はい、マッチしました。ラリホーさん、大変よろしくお願いします。相手の手持ちが、オーロンゲからの、アーマーガー、さらには、キノガッサ、ドドゲザン、サーフゴー、そして、なんだっけ、あいつは。ドラミドロだ。ドラミちゃんだ、ドラミちゃん。まあ、見た感じ、地面ポケモンおらんから、腹張り開幕が、あの、ですね。で、ガッサ来たら、もうテラスタル草切っちゃっていいかな。もうガッサほんと死ぬのだるいんだ、あいつ。で、そうなってきた後のことを考えていくとですね、まあ、巨人王はなんか最近サーフ号が隠密マンドとか持っててうざいのと、まあ、そもそもちょっとなんか、対策されそうなんで、選出せず、となると、やっぱりヤドキング、ハルクジラ、まあ、あるいはエルレードとヘルガー。いや、そっちの方がいいな。ヘルガーとエルレードで行こうか。さあ、よろしくお願いします。ドラミちゃんからここ色違いか？違うな。こいつね、毒ドラゴンで特防がクソ高い。で、適応力って特性で、タイプ1技がもともと2倍なんですよ。まあ、そこに合わせてさらにテラスタル、みたいなギミックだと思うんで、まあ、まあ、テラスタルワンチャンある相手に水浸し打っていくのはちょっとナンセンスかもしれないけど、まあ、とりあえずテラスタル、打たせたら打たせたら OK なんで水浸しでいきます。テラスタル初手は来ない。OK。で、これで相手水タイプになって、で、回収技食らって充電状態になる。OK、リュータンド、OK、OK、OK、いいぞ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 。いやいいダメージ入るね。ただここで電気に変えるで、次の技が、次の電気技の威力が2倍。で、相手の択としては交換するかテラスタル切るだと思うんですよね。ここは、パラボラチャージ、殴ります。おぉ、引くか、オッケーオッケーオッケー。で、裏に地面がいないからこのパラボラチャージは絶対決まるっていう。サーフゴー、なるほど。ただ、もちろん、充電で2倍になってるから、うぇぇヘタしたらワンパンか。しかも、お盆飲みを持ってるだるやつだ。いや、むしろお盆飲みオッケーよ、これ。だって HP 回収できんもん。交換を強制して、交換先に、大ダメージのパラボラチャージ。これもパラボラチャージ入れたらいいや、もう。ね。シャドボ。まあ、これがどんだけ入るかだけど、まあ、ネガントじゃないの確定してるんで。まあ、言うて入っちゃってるね。まあ、ただ、シャドーボールをしっかり充電して、サーフ号ワンパンと。さあ、これで HP も回収できる。で、弾ダメージの反動入るけど、役割としてはもう十分だよな。で、ドラミドロも一応上取れてるんで、水浸し初手でいいんじゃないかな。ただまあもちろん、テラスタルとか切られたらまずいか。
このドラメドダジャなんか照らしたらそろそろ切ってきそうな予感はある。なんか、さっきのなんか竜の波動のダメージ的にも微妙だった。ここもうほぼほぼ照らしたと思うんですよ。だから俺は、まあでも、腹張り切るしかないのか。そしたら、腹張り切ってきついやついる？いや、特にいねえな。いない、いないですね。じゃあ、まあここは切りとは言え、一応パラボラチャージ打っときますか。テラサでね、オッケー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 。これがワンチャン毒とかやったら、等倍で入るんで。そこが大きいよね。水浸し歌んでもなんか水になってくれたわ、こいつ。やったまあ、水浸し読みやろうな。で、ドローボンしかも避ける笑いが止まりませんね、これね。張り出しました。さあ、クライスラーさんお願いします。で、実は言うと、まあ、前回の動画を撮ってるあたりの時に、俺、順位がなんか6万8000円ぐらいまで下がったんですけど、なんとか2万位まで戻して、で、相手の方が5000位のクライスラーさんよろしくお願いします。見た感じ、まあ、いや、地面がいないから、これも、腹張り強えぞ。でも、初手ガブ来たら、さすがに、いや、初手ガブ来たらさ、ヤドキングプランでいいんじゃない？初手ガブ来た場合だけヤドキング、ハルクルジャー行くわ。で、相手の手持ち、天然のやつとかいないんで、これ多分通るんで、腹張りで、わめき散らした後に、ヤドキング、ハルクルジャーで暴れるって感じでいこうか。さあ、よろしくお願いします。イルカマン参上来た！オッケー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 。まあ、こいつはもう、どう考えたってさ、クイックターで逃げ帰ってくると思うんですよ。で、その、交換先がワンチャンガブ？むずいな。もうこれさ、絶対クイックターン来るやん。これ水浸し打つわ、俺。勇気の。これ打ちます。うわ、直引きだ。なるほど。ガブ来た！オッケー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 。で、ここで、なんかもう相手目線としてはさ、もう地震で殺しちゃえばいいみたいな感が、まあ、殺すって表現があれなんですけど、地震で倒せばいいやってなと思うんですよ。で、イルカマンが準備万乱してるんですけど、まあ、さすがにこう電気技読みでイルカマン引けないと思うんですよ。ただ、ガブ以外のやつ全員電気倒壊。これね、もうテラスタル、パラボラチャージ行くわ。で、腐れ地面を切る。いや、さすがに引くか。いや、偉いわ、それは。それは偉い。もう、一番来ておもんねえやつ来たもん、これ。マジでこのガモスとかいうただの楽器名は。ただ、いや、ただじゃねえな。まあ、ペラスタルこれもう透かされたのも痛いし、まあ、てかこれ多分相手、うめえわ。痛いの読んでるわ。絶対になんかその地震打って倒しちゃいいみたいな、そういう安直な考えじゃない。あ、でも結構入ってる。ただもちろんですね、ちょっとハラバリーちゃん、これ、なんだ、タイプ自ら変えちゃったんで、もう何その、なんか、食べ物持ちガモスとか言うの。まあでも、ハラバリー一匹で、相手の手持ち三匹暴いてんのよくない？そしたら、なんかもう、ささめきとか、もう来るんかわからんけど、わかんない。でも食べ残しってことは、ね、なんか、そういうやつかもしんないんで、そういうやつってのは、なんか、超前を何回か積むみたいな、耐久型 ?HB みたいな。HP と防御に全振りしたガモスみたいなのが最近流行ってるらしいんですよ。その方かもしれん。からここヤドキングで行くわ。サタミキは来ないと思う。来んな。オッケーオッケーオッケー。まあ、超前一発。いや、わかんねえな。超前一発で落ちんのか？どうなんやろ。食べ残し。多分 HB なんちゃうかな、このガモス。おそらくやね。おそらく。身代わりされたら終わるけど、これ多分あくび流さんときついわ、こいつ。あくびや、これあくびつかされたら負け。ガモス引いてきた！マジか！あ、で、イルカマン？いや、ガブか。あー、これガブか。いや、いいんじゃねえの？いや、待てよ。ってことは、これ、ハルクジラプランが、完成するんじゃないの？寒いギャグ。ガモス、引いてくれたらマジクソ助かるわ。多分、ヤドキングの弱点つけるやつじゃなかったんちゃうかな。おそらくやけど。で、寒い客かまして、はい。
隣の、なんか寒い客思いつかんわ。春クジラ行きます。春クジラを、春クジラ。かもごめん。終わってる。え、しかも相手ガブ寝かしてきたのってこと？なんでそんなことすんの？ん？じゃあこれもう腹太鼓積んじゃってえってことなんかな、これ。さすがに積むだよ、俺。ガブ引っ込めで、多分イルカ来るんちゃう？せやんなぁ。ちょっと正直言って、自信で持っていけるか微妙なのと、あと、もうジェットパンチ。まあ、ただ、わかんない。テラスタル水ジェットパンチワンチャン耐えないかもな。テラスタル水ハチマキまで行くと耐えない。けど今、物理が1段かかってるんですよ。ハルクジラの。この雪のおかげでね。だからここはもうハルクジラの耐久信じるしかないわ。多分ここはジェッパー撃たれるはず。いやー、ここマジ見どころやな。ハルクジラにどんだけ入るか。いや、言うても物理耐久 1.5 倍よ。で、このハルクジラ耐久に振ってるから、イルカマンのジェッパー耐えてほしいな、できれば。吐いてクッソ悩んでるってことは、まあ、ジェットパンチはいけるかどうかみたいな、そういうの考えてんのかな。まあでも俺としてはもう、いや、これ照らしたら水ジェッパーじゃーん。まあこれで飛ばされたら負けですね。んだよな、これでぶっ飛ばされたらもう負け。耐えろ、頼む。 1.5 倍防御、耐えていく。ハルクジラ耐えました。ジェットも、そしてイルカマンに耐えられた。あー、これどうしよう。これもハル、ちょっと、どうしよう。うーん、まあでもハルクジラは切るしかねえのか。まあ、多分ハチマキやな、これ。ハルクジラ残す？ヤドキングの方が耐久指数はるかに高いんですよ。で、再生力もあるんで、これヤドキングで行った方がいいわ、絶対。絶対にヤドキング出すべき。もうこいつはまあほぼハチマキやと思うわ。ハチマキやんな。あ、ごめん。変える意味ねえ。ステルスロック忘れてました。しかもダメージ半端ないわ。いや、バカした、これ、本当に。え、イルカマン残すんだ。相手偉くね、それ。で、ガブ切るってことか。いや、このガブリアスもクソ硬えよな。まあ、どの道、ハルクジラは持ってかれていて、で、多分相手眠りまだ0ターン目なんで、ここ腹張りに変えるでいいわ。まあ、結局、ヤドキングの再生力あるから、一応俺のプレイングミスは、ほとんど補填されると思う。もうステルスロックってこう、もう、画面上に出といてくれ。見えへんねん、これ。まあでも、そっか、見えないからステルスなんだ。まあちょっと、これ、水浸し。ここでパラボラチャージは、打てんやろっていうので、交換とか来てもだるいのか。むずいな。これ、ごめん。アシッドボムで。あ。ガブ引かないんだ。じゃあ、水浸しだったかな。ここ水浸しいけないよりダメだよな、これ。テラバ。いやー、引くんだ。いや。いや、ことごとく下手くそだろ、さっきから俺。ここでパラボラチャージ打ちたいやんっていうね。さっき水浸し言ってれば。まあでも、一応水浸し読みイルカマンみたいなのも考えての足トームやったから、まあもうそこはもう投げちゃダメだ。ここでハルクジラを切ります。ガモス引くのまた。釣り出しか。あ、で、またガブリアス。まあいいや。ここで、いや、てか待て待て、ここハルクジラ。いや、待てよ。このチョイスをすると一応もう一回腹張り出せるっていうタグも生まれるのか。なんかちょっと複雑化してきたな、バトルが。まあでも結局、
もうガブ、水浸し、パラパラチャージって行くだけの猶予がないんですよね。結局ガブリアスに、なんかドラゴン技でやられる状態なんで。いや、ごめん、でもそれ狙うしかないわ。でそれダメだったらもうヤドキングで全員勝たすしかない。ここ水浸しだ。オッケー、あと一旦。あと一旦。まあでもわかんない。いや、これ水、いや、待て。これ相手も三ターン眠り引いた場合のことを考えたら交換安定なんだよな。パラパラチャージいきます。たぶん殴ってくんじゃない？で、そこでもう三ターン眠りやったら俺の勝ちだ。殴ってこい。あー、ダメだ。あ、激励無理だ。え、耐えた！え？激励耐えた？あ、そっか、タイプ不一致になってるから。俺でも忘れてた。そっか、タイプ不一致になってる。だからだ。この動き、さっきのアシットオブの時にやっぱやるべきやったね。ちょっと多分ガモスから入ってくるか。ガモス入ってくるよな。もうここはさすがにもう腹張り切るしかないわ。切るしかないけど、水浸し行くとヤドキング、いや、そうっすね。アシットボムだな、これ。超前、オッケー。これでまあ、特防を上げられまくらないようにしとこう。アシットボムで相手の D を下げまくって、結構2回積まれたら意味ないんだけど、いや、意味あるわ、これ。ある。これでもう一発超前来ても、そこを耐えれるから。で、このガモスは、なんか、ヤドキング相手になんか弱気な交換をしてるんで、ちょっと、なんだろう。多分やけど、さざめきとかないと思うんですよね。だここ水、パラパラ、パラパラジャージ、いきます。なんだよ、このコートの読み合い。ちょっともう、あと、炎の前、うわ、マジか。上がんな。多分これ、上がんな。50% 引くな。フレアソングの劣化。50% 引くな。オッケー。何これ？びっくりした。上がってないってことだよね、これ。オッケー。いや。これ、腹張りが残してくれたものでかいよ。これ、でかいわ。ヤドキング行って、で、岩食い込むでしょ。相手もテラスタル切ってるんで、波乗りが確定抜群。で、相手は、一発、特防下げられてるよな。だったら、波乗りできるはずだ。超前ネズミはやっぱこいつねえわ。ヤドキングに言うことがない。ないね。いや、ギガドリンクあんのか。いや、ごめん、ギガドリンあるな、これ。いや、あったらでも今打たない。いや、あるわ。うわー、これ待って、ギガドリンで負けた。いや、超前もう一回積む、ここ。いや、ギガドリンないんちゃうの。いや、あるんか。ないわけねえか。そんなガモスいねえよな。いや、あったら撃つやろ、でも。いや、俺ないって。いや、俺ないんや！いや。いや、まだだっこ、あれか！イルカマン、ジェッパじゃねえわ、次。普通の殴りだ。ウェーブタックルだったら耐えねえな。何この残り HP。 お前本物のヒーローやん、ここで負けたら俺。いや、頼む、ヤドキングぶつとっか、半減耐えて。でも、がえないよね、これ。でも勝ち負けだわ。うわ、クソ悔しい。引き分けなれ、これで引き分けなれ。うわ、マジか。まあでも多分どっかで、やっぱこれ俺のプレイが悪かったっすね。間違いなく。いや、でもちょっと楽しい試合やったわ。ありがとうございました。マッチングしました。モックンさん、よろしくお願いします。相手の手持ちが、イルカマン、ギノガッサからのサザンドラ、カバルドン、ジバコール、サフゴート、いうことでございました。もうこういうパーティーね、まあ、腹張りかなり、まあ、ぶっ刺さっていくんじゃないかっていうふうに、思っているので、これ腹張りから行きましょう。で、相手天然持ちがおらんから、ヤドキング、まあ、ハルクちゃんギミック、ちょっと今回こそ実現していきたいな。うん、行きましょう。
さあよろしくお願いします。イルカマンから入ってくる、しかも色違いのやつ来た。まあじゃあ、わかった。この試合に俺が勝ったらお前それもらうからな。そしたら、まあここ絶対引きなんで、水浸しでいいよね、これね。公開読み水浸しでいきます。クイックターン。だからこれ、打たない方がいいんだよな、クイックターン基本的に。電気に変えるで軽く上がっちゃうんで、で、これチャージ状態になったで、で、しかもこれめちゃくちゃいい状況ですよ。これで、相手の交換先に水浸しぶち込んで、で、パラパラチャージが2倍で入るっていう。あ、完璧完璧これ完璧マジで。これ完璧です皆さん。これ完璧。おそらく、パラボラチャージを、カバルドンで流すっていう算段だったと思うんですよ。で、カバルドンが照らしたら地面とか切ってこない限りは、ここはパラボラチャージ行きてえな。行きたい。行くか。うん、行ってもいいはずだ。行きます。最悪交換なんで。照らしたら地面でご利用されるときついか。で、この試合腹張りいねえと結構きついかもな。テラスタル切って草でよかったか。いや、イルカマンもいるし。いや、こらよしパラボリークソ刺さってないこれ。ねえ。で、しかも HP がこれで満タン戻ってるってのがやばい。イルカマン。そしたらさ、見せちまうか。さっきはできなかった。あの、イルカマン殺し。テラスタル、草で相手に水をどけて、パラバチャージ。もちろん、これ読まれたら終わるんですけどね。いや、これ、相手、さすがに水でしょ。どうしようこれなんか炎とかやったら。やめろよ。水やろ？オッケー！で、水ってことはさすがに、まあなんか水を売ってるんちゃうかな。こいつはもう水技しか脳がないからね。で、照らしたら俺もバチ切ってって、さすがに鉢巻きでも、この体力値があればウェーブタックルたるはず。これでレーパーやったらほんまにもう裏切り者として告訴する。よかった、エイプルバック。でもさ、耐えるっしょ、さすがに。耐えるよね。いや、もうおかしいやろ、ダメージ。絶対鉢巻きやん。いや、こいつ、化け物やな。鉢巻き照らしたら水でパラボリークラスのさ、耐久値のしかも半減でこんな引かれんの。これ、救助やったら押してるやんか。いや、これ、化け物や、ほんま、イルカマン。こいつ、ま、事前評価やったら、ま、環境取れてるやつだもんな。まあ、ただ、ちょっとこう、またね、変わってきたら、あっという間にティアマンになるやろ、こいつ。ちょっと、火力おかしいもん。あまりにも相性という概念の度外視すぎや、これ。ただ、そんな中で、結果的に生き残ってるのが腹掘りなんですよ、皆さん。何も、ほら、何も考えてない。刺さんの何も考えてないもん。ねえ。何も考えてないやつね、負けるわけないんで。したら、最後はこいつに、まあ、一応水浸し打って、エンドかな。まあ、多分、足されるけど。悪の波動、オッケー。そうし、いや、ま、でもちょっと待ってよ。待って、悪の波動か。これ、サザンメガネだったらまずくない？え、これサザンメガネだったら俺負けなんじゃないか。まあ、ヤドキングから行くしかないよね。ヤドキングから行って、いや、ここ寒い逆でいいはず。え、やめてない、ほんとに。耐えた！ひるむな！よし、いや、これわかんない。この後に、ひるむになる。オッケー。あのね、一回あったんですよ。寒い曲をかました後にひるむんですよ。だから、あのテキストが出たからって、行動できたっていう証明にならないっていう。あぶね。これで、あとは、春クジラに変えて、上からアイススピナー、スララ落としとかいうゴミ技は、本当に外しまくるんで消しました。ここ、アイススピナー行きます。ワンパン無理かもな。降ってないから。ああ、オッケーオッケーオッケー。だったら楽の波動で、これしっかり耐えて、お盆で、よし、オッケー。多分スカーフ、これでワンちゃんメガネあるか？メガネやったらヤドキング満杯やと思うけど、どうやろう？臆病メガネとかっすかね？よかった、これだ。いや、これ今、ハラバリーの活躍が光ったわ。ありがとうございました。